サディラメナ、スリーポイントシュート、これは入りません。ここも前に走っている茨城。もう一度福澤決めてきました。これがこの人の持ち味です。さあショットクロックがない、残り1秒、田島のシュート、ポジションが変わります。田渡のプッシュのところでファールがありました。いやとにかく今日は茨城はボールがよく回りますね。そうですね、あの1人がずっとボールを持っているというのはあまりないですね。ここもタッポットがシュートを決めていきました。中インサイドで勝負に打った、ただシュートに行かない。1人かわしてラベナー、これはショットクロックギリギリで射抜いていきました。ここは福澤がボールを運んでいきますが、松崎の激しいディフェンス、ただこれをかいくぐってフローター決めていく、はい、対する3円ラベナ、ラベナ自分で行くか、最後ゴール下繋いでいきました。ノックス、あただファールがありました。ラベナ選手のドライブアタックすごかったですね、はい、最後まで我慢してパスですね。最後はノックスが合わせていきました、はい、いや一つディフェンスギア上がってるんじゃないですか。そうですね、強くなってますね、あ田島が抜けてきた。平尾インサイドタップスポット、最後勝負に行く、ミスなリバウンドをはたかれて、まだ自分で決めていきます。第4クォーター始まりました。画面左から右に攻めていきます。青いユニフォームの茨城です。インサイドジェイコブセン、田島、あこれもいいパスになりました。素晴らしいですね、自分で行く3ポイント、これはショートします。ただリバウンドハリス、ゴール下、おっとこれを最後ノックス見たところをしっかり見てましたね、はい、インサイド、ここはトロトリーに強さを見せつけていきます。からインサイドでしっかりと取り返していきました。お互いやられてもやり返すというような状況ですね、ここは入りませんでした。走っています、鶴巻、2対1ジェイコブセン決めていった。走りですね、素晴らしいです。しっかりと前にいました。ただこのラベナの跳躍力ですよ ね、 すね、上いってましたね。トラソリーニが運んでいく、ハリスが後ろから手を出して、これも決めていきます。この後の試合ですね、谷口選手のプレータイムとかにも、注目です、はい、さあここで試合終了。いや記念すべき B1 初勝利を挙げました茨城ロボッツ。